歩行市長歩行市は、大韓民国継承北道東,東海岸の港湾都市。日本海の向かい平安に面した漁港であったが、1970年代初頭に歩行製鉄所が誕生して以来、韓国有数の工業都市として発展してきた。継承北道で唯一の特定市。東洋最大級の歩行製鉄所や歩行工科大学校があり、歩行校は鉄鋼関係の輸出入が多い。 京商北道に所属する市の中で最大の都市である。韓国軍海兵隊司令部及び第一海兵士団司令部が所在する。世界的企業に成長したポスコの城下町である。1976年1月、朴正紀大統領が新年の挨拶で歩行の敷水路から石油が出たことを発表。オイルショックの最中ということもあり国中が歓喜に湧いたが、 採算が合うものではなかった。ただし、市内の地下には石油、ガス資源は埋蔵されており、2017年には掘削中の井戸から天然ガスが輸出、噴き上がる炎が観察できた。向井日湾港京都舞鶴港、向井日湾港ウラジオストク、向井日湾港歩行製鉄所のサッカー部を母体に、設立したプロサッカークラブ、歩行スティーラースは、 韓国初のサッカー専用スタジアムである、ホコースティールヤードを、ホームスタジアムとして使用し、2013年度シーズン終了時において、国内リーグ優勝5回、アジア選手権、優勝3回の結果を残している。なお、テグコーイ士を本拠地とする、プロ野球、サムスン・ライオンズが2012年夏の新球場、完成により、時折試合を行うようになった。 2013年7月19日、プロ野球オールスター戦も開催された。ありがとうございます。